あのよくヒカキンさんが、やってらっしゃるあのビートボックス の技の一つをちょっと俺取得したかもしれない。いつもありがとうございます。おつぼんば徳島のバンバキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、ちょっといきますよ、いきますよ。あのようヒカキンさんがやってるですね。ほらすごないできてないえできてるよね。ちょっと待ってよ。おぉできてるやん。孫悟空天使&ベジータ天使ええやんこれ。まあこれできてどないすんねんつ話なんやけど、まあ使っていこうぜこれ。そうそうそう、 200% で使っていくんですよ、劇場版メモリアルバトルで。ただただね、ちょごめんほんまゴリゴリじゃあミッションも兼ねてやるんだけど、マジでゴリゴリやから、あーもうなんか参考にならんと思う。もうこんな七夕身勝手のなんか入れてるし、6周年身勝手入れてるし、ね、祭りのなんか三大スーパー選手が入れてるし、もうな新キャラなんかゴリッゴリ入れてるし、もう参考にならんと思うけど、まあ最後まで見てってやな。行きましょう。うん。劇場版メモリアルバトル。え、さっきめっちゃうまいことできたんやな。ほら、できてるやん。よかったねって話。これ並び割る、何これ。並び割る必殺技かー、分かった、返してもらおう。もうね、あの何回かやった、だから新キャラなしでちょやってみたを頑張った、頑張ったよ俺。無理俺には無理。頑張ったよ、なんか後手取らへんせいでいけるかなとか、なんか頑張ったよ俺なりに、ほんまに頑張った。うん、先手必殺ないんか。まあええけども別に、だから身勝手の6周年身勝手とこいつを合わせたいよね。ごめんよ、なんかもうゴリゴリでマジで申し訳ない。なんかまあほやな、雑談みたいな感じでいいんじゃないですか。これは参考にならないと思う、ほんまに。うん、あのライちゃんがええ解説動画出しとったもん。ライちゃんがあとはなんかそうだな、関東の海洋神さんとかアコケンさんとかが出すんじゃないか。え、当たるのそういうことになってくるんですよね。なんすか153万って、別に 聞いてないそんな、なんかほんまにゴリゴリ編成で言ってもこれ結局回避してくれんよ、ほんまほんま回避してくれへん、なんでなんて話になってくる。うん、辛いわ。これアタックも伸びていくんでしょ。辛いな、ほんましんどいと思うわ。じゃあ6周年で返してもらおう。ああ、うん。で、この悟空&ベジータ天使もね、ちょっともう使っていきたい。ちょ、ほんまに使っていきたい。うん、せっかくやし、使わさせてや、ええやん、別に。俺の使ってみた動画はバズれへんけど、でも、俺はしつこく使ってみた動画出していきます。よろしくどうぞ。使ってみた動画。ちょ、あれ使ってみた動画俺何目指してるんだろう今回の動画はこちら。おお、椅子に合うわ。これを一発でできるようにならないかったよね、ヒカキンさんみたいに。もう俺には無理や、ちょっとなんかもうちょっと練習が必要やな。いやでもできるようにはなったことが俺は嬉しいと思ってる。うん、あれスーパーじゃねんばやべ、これハマったな。これちょっと仕事中に使おうかな。あの管理者に特番君、あそこちょっと溶接してくれへんって言われたら嫌だつまあね、ふざけるのも大概目にせよって言われそうなんか勝てるんかお前、これ勝てるんかよ、長い動画なるんじゃんやあれ。あ、私のご飯一つです。うん、みんなもそうしようやこれヒカキンのこのなんか口笛めっちゃ、これ何回避してもうて、あーどうしようこれこれこれ、ええやん、スタンバイしちゃったろや。
舐めやがってめちゃめちゃ強いやんか。もうなんなの、なんなの。え、あ、え、え、え、こういこうか。こうで、あ、総理論か、総理論かいな。まあええわ。おお、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 F1 みたいな。おお、もうやめてや。もう必殺だけはもうきっちり当たるとか、このドッカンバトルあるある求めてない。今そんなん求めてないし。ああ、そうやね。だから皆さんも仕事中、あのこれヒカキンのこの唇鳴らすやつちょっとやって、なんかこのなんだろう、社長とか親方とかに、あ、やったら受けるんちゃうで。何ない、ちょっと僕をやっとってくれんか。いやだっつって。これ面白いね。これマジでやろうかな。三大スーパー戦士で受けるのこれ通常攻撃な。おいおい、危ないぜ、危ないぜ、危ないぜ。どうしよう。あ、リバイブかかるな。危ないぜ。こうで、おいで、こういこうか。あ、58か。おいしょおいしょい、おいしょい。うんうんうん。やっぱ6周年はいつまでも偉大やな。うん。やっぱこの極限は偉大でした。はい。1810万。でって。もうみんなもうなんか使ってみた動画出してるからよ。な。まあまあこれも多分、視聴が200、300止まりでしょ。メイン動画もみんな見てほしいな。もうショート動画でバズるとこれだ。なんか10万再生いっとった俺のショート動画。嬉しい。いや嬉しいよ、要するにめちゃめちゃ嬉しいんやけど、メイン動画で10万再生をちょっと俺ちょっと頑張って、俺ライター動画やったけど目指していく、ほんまに。うん、ていうかゴジータなれんのちゃうなこれ。ゴジータなれんのちゃう。でパワークレー悟空のところで必殺飛んでくるんじゃん。ほんでまた負けるみたいな。こんなゴリゴリ編成で行っても勝てん、このイベントよ。最近始められたユーザーさん泣かせやな。さすがやな、スーパージャネンバ。バッキュコゲンして強くなったけどな、スーパージャネンバな。あの、前回使ってみた動画出してるからよ。見てくれな、みんな。見てほしいな。ああ、見てほしい。ああ、見てほしい。見てほしい。見てほしい。ああ、見てほしい。うん、えら、来たで、俺。もう変なとこで必殺来る。もう痛い。痛い。でも、KO がある。忘れた、これ。リバイバル忘れた。うん、完全に忘れた。まだ終わりじゃねえぞ。あ、だからそう考えたら、宇宙サバイバル編で行ったらええんか。リバイブついてるな。みんながオラに託してくれたんだ。ほんまやな。俺なんでこれでひ、ああ、まあタラバタゴジータを使ってみたっていう、あれも金ってのチーム編成やから、そう、宇宙サバイバル編でいったらええや。そうやで、ね、何を考えてるんだ。これどうしよう。え、これどうしたい。ええで。これどうしたらええで、返してもらおうかな。おお、7個取れるんや。ほんでバチコン打ったらええんじゃん。おい、バチコン打ったらええんじゃん。誰もスタンバイしてたっけ。あ、勝てたやん。やったー、嬉しい。ありがとうお父さん、ありがとう。まあまあそんな感じで、なんかごめん。スーパーゴジータ慣れずじまいだったけど、まあ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 ね、うん、まあ、ミッション攻略兼、七夕ゴジータの極限を使ってみたという動画でございました。うん、じゃあ最後、じゃんけんしましょうかね。あの、トックパン、じゃんけん、じゃんけんポン。
また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。